ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤俊江です。月曜夜のハッピータイムはファンタスティックで癒し系のイラストレーター富山紀子の提供と、手作りの器で美味しいご飯、川越中央通り大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。今日のゲストは、はい、誰じゃい誰じゃい3月のレコメンド、はい、ね、流しましたね、はい、フォークデュオ、はい、ミューズのお二人です。はい俺好きなんだよね、癒し系でね、すごくね、はい、うん、でね、なんかね、はい、初出演なんだよ、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。なんかそれもそれでなんかそんな感じしないよね。もったいぶっちゃったねねえなんとしえじゃあちょっととしえから紹介しちゃってくださいよ。はい、はい、それでは、はい、ミューズのお二人ようこそ。こんばんは。こんばんは、はい、裏からやってきましたフォークデュオミューズです。よろしくお願いします。相変わらず元気ですねまずは、ね、元気だから雇い入れですからねまずはちょっと初めましてなので、はい、自己紹介お願いできますか。はい、ミューズギターボーカルユキです。リーダーでって言わないの。リーダーなんですけどね、一応ミューズでギター、ボーカル、小物楽器、いろいろやってます、ゆうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか短いね、自己紹介ね、うん、なんか短くね、あっという間に終わっちゃったんだけどあっという間が好きなそんなにだって語ることないし、すいません、この番組10分番組じゃないのでよろしくお願いしますねじゃあですね、はい、よろしくお願いします。質問攻めにしましょう、はいはい、まずお二人結成何年ぐらいですか。ミューズ結成何年ですかね。何年でしょうね。 10年以上は経ってますね。そう、10年は経ってますね、うん、そういう、ね、15年ぐらい経つんじゃないですかね。多分15年やってても未だに上手くならないフォークデュオ。何ですかそれいや誰もそんなこと思ってないです。初心な感じで言ってますあ、初心を忘れないっていうのはいいことだね、まこちゃんね。大事初心から進まないっていうそんなことないでもね、15年ぐらい経ちますよね。経ちますね。あ、年季だけは入ってる、はい、なるほど、はい、でも、はい、もっと古くからのお知り合いだったんですよね。まあそうなんですよ、実は、はい、そうですね、遡ること高校生とかね、それぐらいの時代。びっくりした、何十年前とか言うのかと思ったそれはバレちゃいますか、ね、逆算されちゃうじゃんみたいな。さすがにそこは心得てます。じゃあゆきさんはゆうさんのセーラー服姿を見たってことですね、はい、ね、はい、その時はね、セーラー服とかは自分は見てないですね。浦和にフォークサークルがありまして、はい、そこにお互いにいたという形なんですけども、はい、そうですね、自分がもう入った時期にはちょうど入れ替えの時期だったんで、はい、多分そんなにそう、ライブとか、イベントみたいなことで集まる時は制服じゃなくて私服なんで、なんかミーティングとかね、そう、ある時は学校終わってからとかね、はい、そういうのがミーティング、なんとね、浦和の市役所、あの時は市役所、市民会館、市民会館ですね、市民会館の7階っていうね、はい、うん、そんなところに浦和の教育なんたらかんたらっていうのがあって、はい、そこの一室で、そう、そのサークルが浦和の教育委員会 と、はい、埼玉大学の OB とかが一緒になって、もともと浦和っていうのは、ね、音楽が盛んな町だったん で、うん、
その流れでフォークサークルもちょっとあったりとかして、なんかゆうさんはなんかフォークっていうイメージもちょっとあるんですけど、ゆきさんがフォーク、はい、高校生ぐらいの頃から、はい、そうなんですよね、はい、自分はちょっとなんかギター弾いてくれと言われて言ったような話なんで実際にはフォークの人じゃない、全然フォークの人じゃないイメージがないがだからフォークっぽいフレーズはあんまり弾けないんだよね、実はね。いやでもうまいですよ。いや弾いてますよちゃんと。そうね、ゆきさんなんてね、はい、ミューズでライブやるときわざとなんか可愛らしい格好に着飾りますよねわざと。素ではできないって感じですよね。いや演じるというか、演じてるんですねフォークデュオを演じてるって感じですかね演じてるんですね。まあね、皆さんね、聞いてる皆さんはどういうことって思うかもしれないんですけれども、はい、実はゆきさんは別にも音楽やってまして。そうですね、はい、ブルース・ジョンですね、はい、いやいや、そちらはね時々名前が変わりますけど、はい、編成によってでも基本ブルースですね、はい、なので、そっちのイメージもあるんです。そっちのイメージが私は最初強かったかな。なるほど、はい、最初に多分私聞いたのはブルース・ジョンが先で、ミューズの方が多分後から聞いたんだと思うんですよね。そうですね、うんうん、俺もそうですね。そう、それでぶっ飛んだって感じでしたね、うん、そうですね、うん、この癒しの音楽はなんじゃん、うん、いやその落差が激しかったですね。びっくりしてね、うん、びっくりした、うん、もうふわ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 なんて二人でやられるようものがもうね癒しですよね。基本ふわふわしてますねもうね、眠るのにちょうどいい音楽ってよく言われる。あと、日曜日の朝、そうですね、俺は日曜日の朝ですね。そう、日曜日の朝のなんか布団から出たくない気分の後ろでなんか緩やかに流れる。私あれだな、日曜とかの昼間のポカポカした日だまりの中で紅茶とか飲みながら、やっぱりでもちょっとうとうとするんでしょ。あ、そんな、そうなんだね俺はこういうの朝トースト食いたくなるんだよね。あ、トーストね、うん、そう、ミューズの曲を聴くと、うん、いつも聴いてて、あ、なんかトースト食いたくなるなっていつも思っちゃう。じゃあスポンサーは決まりましたね川越のパン屋さん、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします、ね、切実ね、川越で話は変わるけど、ああ、パン屋さん、はいはい、できたんですよ、手作りのパン屋さんが、うん、そこでロックミュージシャンがパン作ってるんですよね。へー、これゆきさんは知ってる人ですよ。そうですね。あ、本当に、はい、ゆうさんも知ってる。でもなんかね、知り合いの電気屋さんがパン屋さん作ったって言ってました、なんか川越の、なんか役所かなんかの近くに。今パン流行ってるからねって、まあ、そういうことでパン屋さんの皆様よろしくお願いします、はい、話は戻しましょう、はいはい、そしてそのフォークサークルですか、はい、からどうなっていくんですか。フォークサークルは、あれは結構ね、本当に音楽盛んで、はい、何年ぐらい続いたんですかね。何年ぐらい続いた、うん、でも活動そのものは5、6年、うん、まあそうですよね。そういう感じです。で、うん、その後にやっぱりみんなね、だんだんこう離れていって、はい、離れ離れになっていて、流れること十数年経ちましたね。十数年ですよ、はいはい、その間に同窓会2回ね。そう、同窓会というのがありましたね。同窓会、でそれでこう再会しまして、はい、ちょっとなんかやりましょうかという話になりまして、そうですね、ブルースじゃね、ちょっとあれですけど、そこが再結成のきっかけという形ですかね。あ、はい、なるほど。あ、再結成じゃない、結成のきっかけですね。結成のきっかけ、はい、はい、ゆうさんはもともとボーカル、はい、ギターですか。ギターです。ギターだったんですか。歌は歌ってなかった。あ、高校生にありがちな誰かの歌を、はい、ギターを弾きながら歌うという、はい、一人で。あ、そういえば思い出しました、はい、その結成するときに、はい、カバーではなくてオリジナル曲をやらないかって話があったんじゃなかったでしたっけ。そうなんですよ、はい、高校の時私は一回もオリジナル
って作ったことがなくて、はい、まあ、詩は書けるかもしれないけど、それに曲つけて肉つけてっていう作業は全然思い浮かばなくて、人の曲ばっかりやってたから、一回もオリジナルってやったことなかったなっていう、この一言が、はい、じゃあ今からやればっていう、はい、でも作れないし、そしたらじゃあ作るからやろうかっていう、はい、ね、なかなか、なかなか、そっからの始まり、そっからの始まりが、はい、なるほど。でもね、そこまで高校卒業してから、うん、ギターしまいっぱなしで、うん、全然弾いてなかったんで、まずあのコードを普通ほらよく F で断念しました、うん、そうですねって言うんですけど、はい、C で断念しそうになりました。C で自分もね、ずっともう何十年も弾いてなかったんで、はい、全くギター弾けなかったですよ。本当に、いや、まあ、今では感じないですよね。それをリハビリを兼ねての、はい、自分の場合はリハビリを兼ねての、はい、こうフォークデュオっていう感じですけども、本当にね、C 難しいよねって話してて、いや俺も久しぶりにこう、ね、はい、あのやっぱり俺も音楽停止してた時期があって、久しぶりにギター1本だけ残ってたんですよ、はい、ほんでモーリスのギターが、それ久しぶりにちょっと家で弾こうかなと思って弾いたら、はい、あの3弦がささくれになってて、ここに、うん、あの指に刺さって痛くて、ここにあのまた弾くのやめようかなって心折れそうになって、それはきっとね、ギターの逆襲ですよね。こんなほったらかしにしやがって逆襲してきたんですね。本当に今 ね F とか C とか、うん、ギター弾かない人は何残っちゃって感じ、うん、ね、そうですね、ちょっとね、こう指が難しいね、うん、抑え方がね、方が YouTube で見ろお前ら。そういう、うん、何でもあるからね、 YouTube、 全部の指で一個ずつ押さえる、あーきつーい、ね、C はそういう形ですよ ね、はい、そうですね、 C がそういう形ですか、 C はそういう形です、全部の 4本の指全部使って一個ずつ押さえる、うわ小指とか薬指とかきつそうだ ね、 さて、はい、じゃあそろそろミューズの1曲目流したいと思います、はい、じゃあゆきさん、曲の紹介よろしくお願いします。ミューズ、みんなの水晶、お聴きください。
どうです？え、ね、癒し系じゃないですか。癒し系ねえ、はい、もう本当美しい地球が見えるような、みんなのものですからね。そうですそうです、地球にあるものは身近にね、うん、あるものを 大切にする気持ちが一番、はい、やっぱり本当に今そう思います、うん、まさに今の時代、ね、まさに今の時代、本当そうですよね。いや本当そういう気持ちがなかったらね、うん、ダメですよ本当に、うんうん、で先ほど、はい、ゆきさんが曲を作って、はい、っていう話でしたけども、ゆうさんは全く曲は作らないんですか？全く作らないですね。あ、歌詞くらい、歌詞も、うん、ほぼほぼゆきが作ってます、実は。なんとふわふわした歌詞を、はいはいはい、この人がふわふわって俺ね、俺歌詞はゆうさんが作ってるものだと思ってたよ。私もそう思ってた、うん、ミューズの曲で、はい、たくさん歌詞があるのは私が書いてます。なるほど、はい、歌詞が少ないのやつはゆきが書いてます。なんだろ、それなんかわかる気がします。そうなの、うん、わかる気がします。そう、ね、曲作る、うん、曲とね詞をねここに頻繁に作る人っていうのは、うん、意外に詞が短かったりするんですよ。本当に芭蕉、うん、的な感じですよね。わびさび違う。ちょっと補足で、はい、さっきの皆の水晶というのは、はい、ミューズの作詞じゃなくて、お友達がね詞を書いたもの、うん、あ、そうだったんですか。そうなんですよ、で、ちょうどね、いろんな自然がこう故郷の方で破壊されとかされてて、はい、それに対してのこう、なんですかね、うん、アンサーソングみたいな感じなんですね、はい。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。なるほど、初めて知っちゃいました。そうなんですよ、うん、CD の方に、ね、ちゃんとクレジットはされてるんですけども、はい、うん、実は実はそういうレアな作品だったんですね、はい、そうなんです。ね、他の人とあんまりコラボはしてないんですけどね、はい、その曲とぐらいか。ミューズの、ね、CD の中で2曲だけ他の人が、はい、作ったっていうか詩を書いてる、はい、CD に入ってないのかも、1曲は、うん、入ってない曲は、はい、詩は書いてないけども、はい、ピアノ弾いてたりとか、ね、ピアノ弾いてたり、うん、まああれですね、また最後の方でちょっと告知しますけど、はい、CD 以上に曲数はミューズの2人は持ってますのでそうですね、はい、もう100以上ありますよね、きっと。100はないけど、でもまあ50は完全に超えてる、ね、いやもっとありますよ、やっぱり100近くあるんじゃないかなと思います。その縁覚えてる曲がある曲そうそうやってない、ね、引き出し開いてこうね、はい、うん、なんかたまに音符で残してればいいんですけどね、なかなか。それわかります、ね、忘れちゃってて忘れますね、うん、それは私もちゃんとね残しこないとは思うんですけどもね、本当はそうですよね。まあ、音源ぐらいあればなんとなく思い出す、うん、音源はね探せばあるんですけどね、うん、これがまた膨大な作業になってくる、うん、そうなんかそれは分かる気がします、うん、なんかね、いや本当 なんていうんですかね、歌わなくなっちゃうとずっと歌わなくなるから、うん、本当引き出しの奥にしまっちゃうような感じになっちゃうんですよね、うん、だから探すのが意外に難しくて、うんうん、そうなんですよね、ちゃんと楽譜にでもしてればいいんですけど、うん、コード譜だけと歌詞しかないと、うん、メロディーが分かんない。そう、そうなんですよねそう、私もありますで2人でギター弾いてればまだすぐコードとか出てくるんだけど、ユキが弾いてて私は他の楽器やってたりすると、うん、もうコードが分からないっていう、意外にお互いのパートは分かんなかったりするのが不思議だよね、はいはい、うんうん、もやっと分かってるんですけども、うん、まあ、自分で歌詞は書いてるんですけども、覚えてないですよ、なんかね、やっぱ歌ってないとダメですね。そうですね、私もナクルヘッドの曲ほとんど歌えません、ちゃんとまともに。やっぱり私歌いますよ俺もナックルの曲歌えるかも。俺も歌えるよ。いやもうね、歌詞がわからない。なんとなく聞こえていて、自分の鍵盤の方を歌いながら弾いて、こっちバックミュージック的にこう聞いてるんで、なんかもやっとしか歌詞はしっかりは噛み締めてないんです、ね。だけど歌詞のちょっとしたところの合図でサビに入るんだっていう条件反射的な感じ。そんで俺が歌詞たまに
頻繁に歌ってる曲でもど忘れしちゃう時あるんですよ、うん、バツンと、もう完全にそういう時あのそこでここに歌わなくなったらどこがサビで入るか分かんなくなるじゃないですか。よく怒られるあれこれ俺悪いのかななんてちょっと思いながら、あとね歌詞ちゃんと覚えてないんですけど、うん、あの違う歌詞に入れ替えられた時に動揺する、そう動揺しますあれなんか歌詞これ聞き慣れない歌詞のような気がするの気のせいかななんて思いながらもういやライブの時歌詞やっぱど忘れしちゃう時あるんですよ、うん、俺はもうあるあるですよ、うん、元の歌詞を探してもこれ無理だなと思ってもうその場で口から出まかすことごまかして、ね、歌っちゃってね。ミューズあるあるはあのユキがよく2番と1番との歌詞を逆に歌っちゃうことがあって、その次にハモリが入るんですけど、はいはいはい、目でこうとちくとちくとちく、あとはね間違えたら間違えてない方を睨むっていうでも自分が間違えても先に睨んだら勝ち、睨んだもん勝ちみたいな。それは分かります。私はしれっとしてますけど、あの逆にまこちゃんの方が動揺してて俺間違ったっけみたいな何度も見てますけど他にも何か失敗談みたいなのがあったりしますか？そうですね、まあ失敗はしょっちゅうなんですけども、うん、大きい失敗はそんなないんですけどね。例えばまこちゃんは、はい、ライブの日にギターを忘れてきたりとか、 あるあるって言っちゃダメですよ。それはこれはあるあるって言っちゃダメですよ。ありえないでしょ何しに来たのって私言いましたから。衣装的なものはこの間ありましたね。衣装ありましたね、この間忘れましたね、うん、家でねファッションショーまでしてね、はい、決めたのに、それはミューズじゃない、はい、なくて別のステージに、あの、はい、僕がってやらなきゃいけないのか、ミューズ、うん、僕が出た時にですね、事前にこう家の直前までこう出しておいた衣装を、はい、そっくり忘れまして、はい、でどうしたんですか？もうテンションだら下がりですよもう帰ったらちゃんとこうかかってるっていう悲しい現実が気づはずだったのに、うん、ギターはないですね。まあ、うん、あのゆうちゃんは小物結構、はい、ね、やったりするんで、まあ、ハーモニカとか、うん、いろいろ忘れ物そんなないか。でも忘れないね、うん、そう忘れない、持っていくのは忘れないけど、うん、持って帰ってくるのは忘れますね。それもそれはねよくね、チューナーとかなくなったりとかね。あ、チューナーは忘れますよね。カポチューナー、うん、はい、そうだね。なんかチューナーは本当俺店の人にチューナー忘れてるよって言われなかったら多分もう5、6個なくしてますね、うんうん、どうしてもマイクスタンドのとこに俺パクッとね、うん、パクッと刺しちゃう癖があるんで、うん、そんで演奏終わるとそのままもう、うん、置き去りになっちゃって、うん、飲んじゃうしねその後そう、やっぱり終わった後ちゃんとさっさとしまわないとダメですよね、うん、そうですよ、うん、しまってから飲まないと忘れ物する、うん、だいたいね大きいものは忘れないんだけど小物はね忘れやすいですよね。忘れやすいですね、うん、あとステージ衣装も忘れたことありますね。それがねすごい後で気づいて、あれステージ衣装ないなと思って、そのどこにあるか分かんなくても、うん、でお気に入りだったんですよすごく、うん、それすごい残念だった。え、見つからない？見つからなかったですね、うん、それは残念。誰か持ってったのかしら、うん、いや分かんないですけど、ね、まこちゃんのファンが、まあ、ファンが、ファンが、汗が汗の染み込んだいやいらねいらねもうそんなことないでしょ。いやー、ね、最悪ねー年も忘れ物、大きい忘れ物したことあるんですよ。え、なんですか？あの鍵盤用に買ったドラム椅子、あの置いてきちゃって、どこに置いたか、置いて帰ったかわからないっつって。え、それっきりなの？そう、うん、もうね、ないです、うん、結構貸してあげたりするんですよね、後の方に。鍵盤とかで、鍵盤もちろん大きいから片付けるんですけど、うん、椅子とかあと譜面台貸してあげたりとかすると、うん、はいはい、そういうものは忘れますね。普段ね触ってないものとかね、そうなんですよ。それあるかもしれないよね、うん、
なんかなくし物のあるあるみたいになっちゃってますけど。この間もうちらはマイクスタンド忘れてきたもんね。あとマイクがないないって言ってたら出てきたりとかね。出てきた。あるあるですね。はい。はい。そろそろもう1曲いきますか。そうですね。そろそろ2曲目流したいと思います。はい。じゃあ今度はゆうさん紹介よろしくお願いします。はい。ミューズおかえりという曲なんですけれども、これはハウス的なおかえり、帰りなさいっていうおかえりじゃなくて、帰ってきた人を迎えるためのおかえりなさいっていう気持ちのおかえりです。よろしくお願いします。癒されるんじゃねえのか、ねえ、ね、うん、まこちゃん、はい、ハウスハウス俺のおかえりはハウスかねえ、本当にミューズの曲は先月のレコメンドもそうですし、ありがとうございます、ね、白い雲に乗ってもね、もうすごいね、懐かしさを感じるんですよね、あと、うんうん、まこちゃん一番好きなのは夏祭りの、はい、ね、そうですね、あの曲大好きですね、うん、はい、鮮やかな記憶ですね、はい、この夏あたりね、ちょっと流したいと思いますよね。あ、そうだ ね、それいいんです、すごくぴったりな曲です ね、ぜひぜひ、これとても好きな曲、川越に合うかもしれないですね、うん、なんでね、あ、そうですね、確かに、ね、パン屋さん聞いてますか。
さあそれではですね、はい、そんなミューズの情報を知りたいという方、はい、どうやって検索すればいいでしょうか。特にホームページとかやってないので、はい、Facebook をやってまして、はい、そうですね、 Facebook をやられる方か、もしくは検索で、Facebook でミューズ二人ごと、はい、こちらで検索していただければ、はい、ミューズはあれですか、アルファベットで MUSE、大文字で、はい、MUSE です、はいはい、で検索すれば、はい、で二人ごとはひらがなで、はい、よろしくお願いします。はい、俺はもう入ってますけどね、そうですね、はい、当然ですね、はい、またねきっといろんなところでライブされます、ね、そうですね、うん、なのでぜひ検索してみてください、はい、あとどういうところでライブハウスとかやられてるんですかね。そうですね、特にライブハウスというよりも、はい、バーとかお店とかで歌う時が多いんですけども、はい、そうですね、高円寺、はい、新宿、はい、都内だとあと渋谷とかですかね、はい、埼玉県だとどこら辺になりますか。北浦和、はいですね、あと東和月、はい、はい、川越ないんだよね、呼んでくれないんだよね、うん、私たちも やってませんあと大宮とかね、はい、ありますしね、うん、そうですね、浦和近辺が多いですけども、はいはい、前ちょっとね2年前ぐらいですね、ミューズさんとね、ロックンロールよ永遠にっていうね、はい、ちょっとね追悼イベントで、はい、鶴瀬のねもうお店なくなっちゃいましたけど ね、パオパオというお店で ね、はい、素敵なお店でしたね。入りきれないぐらいのね追悼ライブができたのですね、はい、覚えてます ね、うん、みんな涙ながらになんか、演奏したようなの覚えてます、うん、今日はミューズさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで一旦 CM です。川越市市政100周年にあたり、手塚プロダクションとイラストレーター富山紀子のコラボが実現。リボンの騎士やジャングル大帝をファンタジーな世界観で表現したグッズを連雀町にあります雑貨屋オンマイウェイ、旅籠、小江戸屋で販売しています。ぜひチェックしてくださいね。この番組はイラストレーター富山紀子の提供でお届けしています。今話題のイラストレーター富山紀子、その独特な世界観のイラストはまさに癒し系と大好評。川越の雑貨やオンマイウェイでは通販やオリジナルグッズの制作もやってくれるの。見て、この私だけのマグカップも富山紀子。え、見えないって？ラジオでした、失礼。じゃあ今すぐ富山紀子で検索してみて。富山紀子で検索。長瀬の小部屋。大きな災害が続いてますね。少し暗い話ですが、リスナーさんからの投稿がありましたので少しばかりお話ししたいと思います。まず海底火山の爆発により沖縄近辺の島々に大量の軽石が流れ着いたことがニュースに放送されましたよね。俺自身が調べたところ、今回の海底火山の噴火は100年に一度と言われるぐらいの大噴火だったらしいですよ。だから軽石の量も本当すごかったらしいです。ちょっと話戻しますね。投稿してくれたリスナーさんはたまたま旅行中に遭遇したそうです。海岸で何かを拾い集めている人がいて、話を聞くと軽石が大量に流れ着いていて漁にも出れない、そして養殖の魚も死滅と今も大変なことになっているそうです。自然災害ですが私たちの生活に関わることですよね。時間が解決するのではなく、できることがあったらぜひ手助けしてあげればって俺は思ったりします。本当ね、この頃
いろんなことがありますよね、うん、本当地震とかね、うん、あとね戦争とかね、うん、そういうね悲しい、ね、出来事、ね、そういうことをね悲しみからね力に変えて、ね、俺はそうありたいなって思ったりします。永瀬の小部屋でした。あなたの曲をレコメンド。今月のレコメンド曲はロックバンドインフィックス、手のひらを太陽にをお届けします。メジャーデビュー30周年を迎えましたインフィックスボーカル長友成生です。いつも番組でもお世話になっております。無事に30周年を迎え、今回記念ともなるインフィックス 30th アニバーサリー、まあまあなんですけれども、そういうタイトルの4曲入りの EP 版をリリースさせていただきました。その中のリード曲、この数年コロナ禍でね、なかなか笑顔になれなかったり前を向くことができなかったり、またね世の中紛争も起こったり、なんかね暗いことが多いんですけれども、こういう世の中でも少しでもね前を向いてポジティブに歩いていこう、そんな思いを込めて、あえてこういうタイトルの曲にミミズやオケラは出てきませんけれどもね、こういう手のひらを太陽にというねタイトルの曲を作らせていただきました。どんな時も前を向いて、そしてねいつも心に歌を、そんな思いで作りました。もしね気に入っていただけましたら、通販でね手にしていただけたら、嬉しく思います。それではインフィックスね、ニュー EP の中から手のひらを太陽に、ぜひ応援してください。高く響く
今月のレコメンド曲はロックバンドインフィックスの手のひらを太陽にでした。ナックルヘッド最新作トリビト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。思い出話を引っ張りポッケに詰め込んで、ナックルヘッド鳥人ナウオンセール。まこちゃん、はい、今日ねミーズのお二人、はい、初めて来ていただきましたけど、はい、どうだった？いやもうねお互いね、うん、手の内が分かるからね、うん、あのどういう攻め方してくるのかなっていうのでねちょっとドキドキしてます。こっちが攻めなきゃダメじゃないのもう、ね、お互いお堀の中に入りまくってなんかあの話し合ってるような感じですからね。もう全然意味分かりませんでした、はい、分かんないですね、ごめんなさいね、はい、分からないですね、はい、俺だけ分かればいいです、はい。あっという間にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージはツイッターナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、フェイスブックナックルヘッドまでお寄せください。またあなたの曲をレコメンドで、私の曲をかけてほしいという方はオフィススパークルのホームページからご応募お願いいたします。この番組はファンタスティックで癒し系のイラストレーター富山紀子の提供でお届けいたしました。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。